犯罪狂モリアーティ教授の物語。か人の所業とは思えぬことをするのが人間というものさ。人は見たことのないものは欲しくならない。だが、そう、さっき挙げた職業はいずれも貴族か、それに準ずる上流階級の人間と接触する機会が多い。貴族は肉を買うために自ら精肉店に足を運ぶことはない。だが、そうだね、貴族と孤児、これほど生きる世界がかけ離れているものもない。だとすると、商売道具にしてはあまり扱い慣れてないように見えたんでね。馬車から見ていた。いや、放っておくわ。ウィリアム・ジェームズ・モリアティと申します。私は別に。そのお召し物、心の内が飼い主に似て、君もカードは苦手なようだ。少し付き合ってもらおうか。イーデンさん、その依頼、クライムコンサルタントのこのウィリアム・ジェームズ・モリアーティがお引き受けしましょう。ロンドンっ子が飛びつきそうなものはないね。完全犯罪さ。競馬というのは情報を分析すれば大抵は勝てるゲームですから。うん、ルイスの入れたお茶を飲めるところが僕の家だよ。を見に来ると。そうか、なら3人でお招きに預かろう。早く帰ってそばにいてあげた。いえ、必ずあの女を。ご存知ありませんでしたか。ようやくお気づきになりましたか。全ては僕がバートンさんの依頼を受けて企んだことなんですよ。クライムコンサルタントであるこのジェームズ・モリアーティがあなたに下す。あれはあなたたちが自らの手で成したことなのです。ここまでで何か質問のあるものは。モリアーティ教授。大きなくしゃみだったね。君が思っている100倍は怒っていますからね。友達を思う今の気持ちを大切にね。いかが分かりました。ご期待に添えるかは分かりませんが、この件に関してできる限りのことを。ようやくその口から聞けましたね。クライムコンサルタントのこのウィリアム・ジェームズ・モリアーティがね、に追いやった自責の念に駆られ、ここで踊り狂って自ら命を絶つ。俺ならあなたのダンスのパートナーも満足でしょう。その通りだ。さあショーを始めよう。考えてきました、この国の歪みについて。でも今すぐ始められることはある。ここロンドンを地獄の底に落とし犯罪都市にする。それは死だ。栄えある最初の主演は利用させてもらうよ。今度は私が真似てみせましょう。少々薬物依存の嫌いがありますね。明白だからですよ。船旅ではままあることですからね。いってらっしゃい、第二幕へ。
両場の捜索をやれなんて訴えてる議員もいるようだぜ。捜索が実現してこれまでにエンダース教が買った獲物の骨でも出てきた日には市民はおぞけを振るうことだろうね。つまり自分が被害者を殺したんだと自覚していた。あの船旅の間にそんな大掛かりなことが起きていたと。それにこれはホープの最後の願い、叶えてやってもいいだろう。それは彼が目的のためには手段を選ばない人間かどうかということ。あなたは確かノアティック号でご一緒した。いや、どこのドイツが漏らしたのか分野に嗅ぎつけられちまって。いいではないですか。そのおかげで探偵としての名も上がり、依頼も増えたのでは。まあな。そして私がやったと証明するのがあなたの仕事では。Catch me if you can, Mr. Holmes。 とでも申し上げれば、あなたの気は済みますか。そこまで時間をかけずに解決する手もあるかもしれませんよ。それが予想外のことだったのでしょう。僕は違うやり方、犯罪者心理から犯人像をプロファイリングしてみようかな。それでも部屋に鍵をかけて出たのは発覚を恐れる気持ちが少しでもあったからだ。そして犯人はワトソン氏とトイレでぶつかる。どうしてメガネにまで血が飛んでいるんです？